こんにちは、横浜の英子です。今日は島村で購入しましたアウターを紹介させていただきます。またアウターを紹介してくださいっていうリクエストをいただきましてありがとうございました。もしよかったらご覧ください。こちらが黒のアウターなんですね。それで中綿のロングになってまして、お値段が2200円なんです。見間違えたのかなと思ってもう一度見たんですけれども、2200円でかなりお買い得だったので購入しました。私以前からお話しさせていただいてるんですけれども、洋服を溜め込んでいくのが好きではないんですね。ですので島村などで購入したものは必ず1年もしくは2年で処分をするっていう形にしています。ロングの中綿が入っているアウターはすごく久しぶりなんですね。ですのでこれから着ていきたいと思います。今着てみたんですけれども、ここの襟のところがすごく可愛くって、中綿がいっぱい入っているんですね。後ろの方もこういう風になってまして、すごく軽くて暖かいんです。やはり50代ぐらいになると軽いものが一番着やすいんですね。肩も凝りませんし、長時間着てても楽なのですごくいいなと思っています。でこちらの方は今ワンピースに合わせて着たんですけれども、こうアウターの方が結構大きめでふかふかしているので、私はどちらかというと中はすっきりした洋服を着るように心がけています。こういう風な感じでこちら膝下ぐらいのワンピースになっているんですけれども、こういう風な着方をするととても雪だるまみたいにならないんですね。それでこちらの方はボタンをつけていきますと、ちょうどウエストの部分が引き締まっていて、2200円の割にはすごくおしゃれにできているんですね。それで首元が寒い時はここでチャックもついているんですけれども、チャックとホックをつけてこういう風な感じで着ることができますし、すごく2200円とは思えないようなデザインなんですね。ですのでこちらの方を今日は紹介させていただきました。特に私が気をつけていることは、島村の洋服を着てるっていう風に考えてしまうと少しだけテンションが落ちちゃう場合があるんですね、50代なので。ですのでそういう時はやはりお気に入りの宝石をつけたり、あとはお気に入りの時計をつけたり、そういう風にしながら自分のテンションを上手に上げながら島村の洋服を着ています。今日は島村で購入しましたアウターを紹介させていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。英子でした。ありがとうございます。